各地方への藩と拡大を図る信長は、秀吉に一軍を預けて西国方面への攻略を推し進めていた。一方、毛利元就は織田勢の西国進出に対抗、信長の支援を受けて光月城にこもる尼子勢を包囲する。尼子勢の再興にかける執念を警戒する元就は、この機に完全に滅ぼそうとしていた。光月城の戦い。お待たせしました、父上。いよいよですね。憎き尼子を完膚なきまでに葬り去る時が、ついに。高影、お前には輝元と共に傷ヶ口に向かうよう申し付けたはずだが。戦支度は輝元に任せてありますよ。私はその間に尼子の終焉を見届けておこうかなと思いまして。ならばよいが、参陣するからには務めを果たせよ。もちろん分かっていますよ、父上も。鹿との戯れはほどほどに。無論手ぬるいまねはせぬ。毛利繁栄のためこの地で潰しきってやろうぞ。さあ決着をつけようぞ、尼子の鹿よ。我が名作五郎次郎。この高影にお任せください。
雨子の命運もはや風前の灯火よ。この光月城にて滅ぶがよい。こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでに雨子を叩かねばな。雨子との戦がここまで長引くとは。だがそれも今日で終わりだ。守備を散らしたか。では城来へと攻め入ろう。開門。我ら雨子の加勢に参った。覚悟せよ。驚け。勝久様、すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来たの、司会。貴様の首、今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ、戦力を温存するのだ。すべては毛利の未来のため。邪魔な雨子は必ずここで打ち果たそう。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。小関じいさん、あんたは俺が必ず討ち死に。そこだ。やっ、各地に敵を抱えておるのだが、今光月城一つにこだわるとは思えん。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかけよ。よし、この砦は俺たちがもらった。この調子でさっさと攻め進むぞ。はい、そう。再起よ。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。では中央の味方を残らず引かせよ。わしに策がある。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。まずまず筋書き通り。まだだ、まだ俺は諦めない。しかのすけ、お前はまだ終われないはずだ。血の補給はなったか。いざ攻め進む。コビ、やれ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。任せてくれ。中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだが、攻め手は緩められない。かかったな。今だ、南北より挟み撃てる。やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。勝ち目のない中出てくるとはな。愚かな雨子には罰をくれてやるよ。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。
南方の敵を抑えよ。進軍を許すでないぞ。兵力を削られたか。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ播磨攻めに参じようとのこと。播磨の調整、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば神月城は致し方ないか。全軍速やかに撤退せよ。開門。案の定織田は撤退を始めたのだ。この日を雨具を捨てるか信長よ。ならば今こそ攻勢に転じる。温存した戦力にて敵の後輩をつけ、奴らを足止めせよ。兵数で圧倒するのだ。みんな、やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて、残るは総大将勝久だけだ。俺がしんがりを務めるよ。我らの撤退合わせはしない。くそ、奇襲を仕掛ける間もなく撤退かよ。だね、少しでも敵を蹴散らしとくか。数が違うわ。はあ、打ち死に、打ち死に。切れん、引かせてもらう。これは見事なお手並み。策の触りは覗かねばならん。お相手いたす。しんがりの役目全うしきれないとは。撤退は無事阻まれた。皆は光月城の攻略へ向かえ。任せてくれ。織田の援軍は引いたようだが、雨子の執念あまりなめるでないぞ。開門。勝久を討ち雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。勝久様、今そちらに向かいます。驚け。やはり現れたか。物分かりの悪い鹿に現実を教えてやる。勝利条件変更。急げ。かかったね。再起をひらめけ。よかった、間に合った。勝久様、助けに参りました。鹿之助、そなたが救われてばかりだ。俺の命は雨子のためにありますから。さあ、共にここを切り抜けましょう。この斧を打ち取る手間が省けた。勝久、鹿ともどもここ光月城に沈む。鹿之助、そなただけはどうか生きて。打ち死に。勝久様、そんな、諦めるもんか。俺は
父上が鹿と相打ちになるなんて、クソ、なんだよそれ。あの野郎の執念にしてやられたな。高影様、木津川口の照本様より急ぎ合流された人の伝令が。悲嘆に暮れる糸ますら私たちには許されないのか。それがこの乱世の断りとでも。兄上、私は木津川口へと向かいます。父上の意志は我ら兄弟で守ってみせましょう。へえ、高影のやつもっと乱れると思ったかな。あいつもあいつなりに強くなってるってことか。まっ、腹くくってやるしかねえな。見ててくれよ、父上。